ょっとね、金曜日飲みすぎちゃって、昨日は一日二日酔いだったので何も食べてなくて、今日お腹が空いたので残り物で簡単にできるご飯を作ります。ちょっとバターを器に塗りまして、残ったバゲットをと入れまして、あ、そうそう、その前に卵液を作っておかなきゃいけないので、これも残ったクレームフレッシュ、ここに卵1個入れて、まあキッシュとほぼほぼ同じ、あ、今卵の殻が入った、これは嫌だよ、卵の殻が入ったご飯ほど食欲が落ちるものはないからね、二日酔いプラス卵の殻はきついぞ。取れた、うん、取れました。豆乳を少し入れて、まあ、ほんと適当なんだけどね、でもうちょいミルク入れようかな。だいたい卵1個に対して、70ミリから100ミリリットルでプリンができる硬さだから、まあこれはそれよりちょっと緩い感じですね。で、何を作ろうか、作ろうとしてるかっていうと、まあとりあえず今パンを入れたんだけど、フレンチトーストではなく、あ、そうそう、フランスっぽくエルブドプロヴァンスを入れようかなと。ここに直接振りかけちゃいます。と、ハーブをかけて、これはちょっと市場で買ってきたジャンボンブランですね。イタリアのお店で買いました。このイタリアのジャンボンブランめちゃめちゃうまいんだよね。うん、うまい。ドゥトランシュ 120g で、 120g で3ユーロぐらいだから、スーパーで買うより全然うまいよね。で、ここにエメンタールドバッと、そしてまたパン、全部パンを使い切りたいのです。こんな感じでぎゅうぎゅうに詰めて、卵液をジュージューと吸わせて、本当はこれ、パンドゥミっていう日本でいう食パンとハムとチーズでパンっていうので、こう液につけて、本当はフライパンで焼くっていうのがクロックムッシュっていう食べ方があるんだけど、私はこれをちょっともうめんどくさいのでグラタン風にして、ちょっとパンもぜ、はいはい、チー君ハムの匂いがするね、ちょっと贅沢に、じゃじゃじゃ、でグラタンとして焼いて食べようと思います。全部飲み会の残り物です。じゃあこれを、今ね、もうちょっとこの液に浸してこのパンに染み込ませたいので、もうちょっとしてから、焼きたいと思います。その間に電気オーブン予熱しておきます。焼けました。180度でだいたい25分ぐらい焼きました。あ、いい匂い、腹減った。こんな感じで焼けました。ではいただきます。お腹空いた、自家製のドレッシング、最近この自家製ドレッシングにハマっていて、醤油、お酢、蜂蜜、黒ごまペースト、粒マスタード、オリーブオイルを混ぜた、ちょっとねっとり感のあるドレッシング、ごまドレっぽくて美味しいのです。ではお腹すいた、いただきます。いやいや、もう久しぶりの二日酔いで頭は痛かったし、食べれるって幸せ。ん、お、いい感じ、いい感じ。ではいただきます。こんな感じですね。まあクロックムッシュグラタンって感じかな。うんうん、パンも硬かったけど柔らかくなったし、うん、フランスならではの味だな。こうね、エルブドプロヴァンスはクロックムッシュには普通入らないので、まあこれはオリジナルで、まあ好き好きという感じで、でも入った方がやっぱ美味しいな。あの香りが
すごくいい。まあ飲むのもほどほどにしましょう。飲んだ翌日の残り物で、まあ、こういったものもできますという感じですかね。